こんばんは、マックスです。今日もアクセルの散歩に出てきました。先日ですね、DJI のオズモポケット3を持って、散歩に行ってき、た動画を上げましたけれど、実はあの機械にちょっと不具合がありまして、今日改めて、新しく届いたですね DJI ポケット3、これをですね、初めて使う形になっているんですが、きちんと動くかどうか、その検証も含めながら、散歩していきたいと思います。はい、そしてですね、今日は初めてですね、DJI ポケット、オスモポケット3に、ワイドコンバージョンレンズ、ワイコン、これをつけてですね、撮影しています。まあ、夜の撮影でですね、こういった街灯とかの映り込みがあった場合に、ゴーストがね、発生するのかなとか、まあ、ちょっとその辺も兼ねて、検証してみたいっていうのと、まあ、アクセルが、非常に広範囲にわたってね、右行ったり左行ったりするので、カメラで追い切れないので、広い画角でですね、撮ってみようと思って、ワイカンを今日は使っております。はい、そしてね、今日ワイコンを初めて使って、気づいたんですが、このワイコンをつけますとレンズのところにですね、マグネットで装着できるのですが、そのワイコンをつけて、カメラをね、電源をオフにした場合に、通常であればこのレンズの部分が格納を回転してですね、アームの方にカメラのレンズ部分が向くということで、要はレンズの保護をね、兼ねてくるりとアームの方を向くんですが、このワイコンをつけてると結局ワイコンの部分だけ厚みが出るんで、格納がですね、このアームに当たってできなくなるんですね。ワイコンのねレンズ、これを装着するとレンズがきちんと格納されないということで、レンズに傷がねつきやすくなるということはあるんですけれど、まあそれプラスですね、レンズが格納されないんで、このワイコン部分が要は外側を向いた形になるんで、まあ何かの拍子にどっかにこう軽くポンとぶつけるとマグネットついてるだけなので、ポロリとね外れて落ちてしまうということがあるので、今日はこのワイコンのところに本体とワイコンをくっつけるためにそこへねテープで補強っていうかね、シールを貼ってきました。まあ、これで落ちるね心配はないと思うんですが、いずれにせよ、おいおいどこ行くんだ、よしよし、ワイコンをつけるとね一つ不便ができるということですね。それでですね、先日手持ちのカメラですね、ミラーレスカメラ、これが大量に防湿庫に、眠っていたのですが、まあいろいろ考えて、まあ出動回数の少ない、カメラが防湿庫で眠っているなら、しっかり使ってもらえる人の手に渡った方がいいのかなと。またね、2年先に売るのと今売るのではね、当然リセールも変わってくると思うので、今回一気に大量を処分しました。まあ処分って捨てたわけじゃないんですけどね、カメラを一通りに出しました。で、その代わりといってはなんですが、まあ、こういった Vlog を撮るのにはですね、
最近ではアクションカムでも夜でも、暗所性能がいいという感じのことがね、インスタ360GO3 まさにこれを使って、解明しましたので、この度、インスタ360から出ましたインスタ360エースプロというですね、かなり、高性能なライカのレンズを使用した、素晴らしいカメラが発売されたということで、こちらもオーダーしてみました。まだね、手元には届いてないんですが、届くのがね、ちょっと楽しみな感じがしますね。ですので今アクションカムで言いますと、今回はね GoPro 12は買わなかったんですけれど、インスタ360GO3、これを一番最初に買いまして、そして、今使っています DJI Osmo Pocket 3、そして、今回、最後に発売されたインスタ360 Ace Pro ということで、3つのアクションカメラですね、これを持ってね、まあ、ケースバイケースでいろいろ使い分けて、使いこなしていきたいと思ってます。さあ三軒茶屋まで、やってまいりました。こんばんは。そうか、まだ来てないか。何を、うん、まだまだ、うん、出荷。こんにちは、こんにちは。バルさんいるよ。え、バルさんいるよ。あ、じゃあどうもありがとうございました。よろしく。そういうこと言わない。いやそんなことはないよ。あ、びっくりした。いやフリフリ、いいね、私の洋服でね。ねえ、9時を過ぎまして閉店となりました。アクセルもお世話になりました。あったかいとこになってよかったです。マジで？なんでこんなってんの？どうもー。よいしょ。よし。はい、どうもどうもありがとうございました。おやすみなさい。いやー、今日ものんびり過ごしましたよ。勤労感謝の日。よいしょ。まっすぐ電車ある。はい。いや、ではでは、ありがとうございました。気をつけて頑張ってください。はい、おやすみなさい。というわけで、バルさんとお別れして、これからアクセルと散歩しながら帰ります。夕飯は食べたんですけどね、早い時間だったんでちょっと小腹が空いてきた。ステーキ美味しそう。ハンバーガー、お腹が鳴ってくる。さあ間もなく家に到着いたしますが、アクセルの散歩も無事終了できそうです。約
片道 2.5 キロぐらいですかねの散歩ですけれど、まあ、ちょうどいいんじゃないですかね。で、まあ、ずっといるわけじゃないし、ね、あの健太さんの食堂で、あったかいとこでね、2時間ぐらい休んで、それからまた歩いて帰るというぐらいですんで、まあこのぐらい歩いておけば散歩になるかなと思います。まあということで、たわいもない、内容のない動画となってしまいましたが、愛犬アクセルのお散歩動画でした。またね、暇があったらアクセルと遊ぶ時間、動画に収めたいと思いますので、お時間あったらまた見てやってください。どうもありがとうございました。それではまた次回。ではでは。いろんな音がスピーカーからガンガン出ているような感じじゃなくて、きれいに作品にしてから出してるみたいな印象なんですよ。音を鳴